一気に暑くなりましたね。本当に暑いですねこの頃は、はい、こちらに来られる方もアイスコーヒーを求めてという方多いんじゃないですか。はい、かなりアイス関係のオーダーが入るようになりました、うん、はい、これからはちょっと涼みにっていう方が増えてくるでしょうね、はい、そうですね、はい、こちらでは実は冷たいデザートなんかもあるということなんですが、はい、まあコーヒーゼリー、はい、それから、シューアイス、はい、それからソフトクリーム、うん、あとクリームぜんざいなんかもございます、はい、結構デザート類充実してるんですね、まあ、そんなにはないんですけど、まあ、一応できる範囲でやってます、はい、個人的にはホットコーヒー飲みながら冷たいソフトクリームっていう組み合わせが好きなんですけど。あ、そうなんですか。あまりいらっしゃいません、ね、でも相変わらずやっぱりホットのお客さんも多いんですよ、はい、またフードメニューも結構あるんですね。まあ、うちはご飯物がありませんのでね、まあ、パン系のメニューでちょっとまあいくつか置いてあります、はい、サンドイッチもトーストもボリュームが満点でびっくりしました。あ、よく言われますね。もう食べきれんなとか言われるんですけど、はい、しっかり腹持ちもいいですのでね。そうですね、まあ、ピザなんかも置いてありますから、はい、まあ、こちらにいらっしゃる方はお家でコーヒーをという方でことで豆を買って帰られる方多いと思うんですけど、はい、まあ、これからもしアイスコーヒーを入れたいという場合、アイスコーヒーに適した豆みたいなのもあるんですか。はい、まあ、基本的にはですね、深入りの豆をですね選んでいただくんですけど、はい、まあ、これもうちでは 3,4 種類、はい、ご用意できます。ちなみに自宅で入れる場合にこうやって入れたらいいよみたいなアドバイス的なことって何かありますか。そうですね、なかなか口だけでは言い終わらせないんですけども、まあ、コーヒーはですね濃いめに作られて、で、あとは、まあ、氷を多めに使っていただいて、ホットからですね急冷式、急冷してで飲んでいただく、これが一番美味しい飲み方だと思います。そうなんですね、はい、じゃあもうその、ね、濃さの割合的なものは自分で何度か作っていいところを見つけていただいて。そうですね、やっぱり好みがございますから一概に言えないと思うんですけど、はい、ただなかなか上手にできないとかちょっと面倒くさいなっていう方にはおすすめのものがこちらあるんですよね。まあ、うちでは定番 の, リキッドのアイスコーヒー、はい、用意しております。これも毎年楽しみにされてる方多いらしいですね。これね毎年ねよく出る商品なんですよ、お客様で、はい、もう5月くらいからもうどんどん作ってます。そうなんですね、はい、ご自宅用ももちろんなんですが、はい、ご贈答にっていうことで選ばれる方も多いんじゃないですか。そうですね、まあ、一応ギフト用の箱なんかも何種類かご用意してますから、はい、ご予算に応じて対応しております。これからお中元シーズンもやってきますのでね。そうですね、はい、またコーヒーゼリーなんかはお家でも楽しめると聞きました、はい、これももうかなり前から作ってるんですけども、はい、お持ち帰り用のゼリー、はい、用意しております。お家でこのコーヒーゼリーが食べられるのは嬉しいですね。結構うちのボリュームもありますからね、はい、コーヒー屋さんが作るコーヒーゼリーなのでもう本格的ですよね。そうですね、まあ、一応基本的にいい豆使って作っておりますから、はい、美味しいと思います。ぜひご自宅でも贅沢な時間過ごしてもらいたいですね、はいはい、ぜひお願いいたします。それでは最後にこちらのお店の営業時間、定休日教えてください。はい、営業時間はですね、朝の10時から、夕方の18時まで。ただしカフェの方はですねちょっと変則なんですけども、11時から16時まで営業しております。はい、最近コロナ禍でお家で過ごす時間が増えてお家で入れようっていう方も増えてきてると思いますので、はい、いろいろと相談乗っていただけますか。そうですね、私の分かることでしたら何でも聞いていただいたらと思います、はい、分かりました。今日どうもありがとうございます、はい、はい、どうもありがとうございました。